おら、今小麦ちゃんからおごられよ。こら、こないだ焼肉大会の様子だ。肉は外でマリオさんたちに焼いてもらっちゃった。おっとちゃ中で食うばかり。よかろう。なら、乾杯。母ちゃんの乾杯ばお願いしますって言われちか、乾杯って言わしたばってんたい。なんだっと、気の利いた挨拶なっとすりゃよかろうでね。こが、おっとち、犬の食い放題。ハンバーグペロン、芋ペロン、なんでん。そこで焼けた肉ももちろん食わるっけんね。次々持ってきてもらわるった。もう最高かい。この日はオルバー合わせちか4匹スタンプのおったもん。一緒にコケ飯食いよっとがモコちゃんかい。あと近所のベルちゃんだろ。三つの萌えの戦い。そして福岡からニックンの来とらしたばって。もう母ちゃんのいっちゃん動画は取り下ろさんだったけんか。ニックンの映っとらんもん。ニックンがギャーンモデル犬のごたかっ飛ばしとらしたとけ。焼肉大会の時は細川たかしかっ飛ばしとらした。そして兄ちゃんはたこの広島から来なかったこたっちゃんのお母さんにずっと抱っこされてたるきゅうらした。そして母ちゃんの一人楽しみしとらしたコーラの飲み方伝授たい。なんか知らんばって母ちゃんが小学生の頃たい友達のゆうこちゃんと屋根上に登っちかった。コーラはギャンして飲み寄ったらしかった。まずジュースの蓋のところにね、安全ピンで穴が開けらすもん。小学校の頃こう名札ばはめとった。名札の安全ピンで開けよったらしかった。ど、俺も一応語ってみろか。楽しい飲み方ね、楽しい飲み方。旅館、旅館行くよ。なおばちゃんの好きね、一応ね。はい、あ、みんな持って。あ、そう、みんな穴開いとるよね。まずね。じゃあ、全部やるか。もらいい？もらいい？穴開いとく。おばちゃん、これはね、小学校の頃ね、屋根の上でね、友達こやすよみたいな。ほんま、おさゆみ。よか、こぼさんをつけなんけんね、ちゃんと押さえて、来て、振るもん。よか、これね、絶対泣かれてんやっとんね。ちょっと小学生の皆さん、このコーラの楽しい飲み方は真似したっちゃよかばってんたい。おっげん母ちゃんが YouTube で言いよったって言うたらでけんばい。あんおばさんがろくなこと教えんけん。もうあればっちゃんのチャンネルは二度とミットでけんって言われるよ。そうこうしよったら大人の人たちまで語り始めらしたもん。
もう小学生はしちゃんかちゃんた。コーラは頭からひっかぶりよらす。あら、なんか大人てちゃこんな見方楽しかったろね。次々みんな来よらす。なんかこの甲羅の飲み方はたペットボトルでも一応出くるらしかばって、母ちゃんが小学生の頃は自動販売機にペットボトルてのを売ってなかったらしかも。だけんこの放送が簡単でずっとしよったでった。カメラマンバシよりまーす。これ飲み上げたらいいんだ。危険を察知、危険を察知。みんな楽しかったんね。俺もかけちもらえばよかった。あの飲むのに飽きたら、飽きたら一人囲むか。もう飽きたら。中継ばしようって言おらしたばって、もうすっかり打つ忘れとらした。おまけに動画もコシコシかなかったんだけ。今日は母ちゃんがいっちゃんためならんでごめんね。ならご無礼します。またこら、昔話ばってんたい。そしたらたい、いつの間にかもみじまんじゅうの箱の捨ててあっちゃなかね。もみじまんじゅうの残り二つはどけいったって母ちゃんに聞いたらたい。つい食べてしまったって言わした。そこでたい、犬のおやつば作る会社の皆さん、よかならパッケージに犬しか食えませんってろん、犬専用ですってろん、買いちもらわれんどかってぼやきよったらた、こたっちゃんの母ちゃんのもみじまんじゅうば高知来てやらしたもん。そしてちゃーんと犬しか食われんてシールまで貼ってきてやらした。気遣わせてごめんね。バッテンこら、母ちゃんのいっぺん食うとらっけ、味しめちかまた食わすかんしれん。